力道と龍の話でこうおもろい話があって、昨日さ、あの俺エグザムは知らないんだけど、リグナント力道と、まあ、うちの編集の人とちょっと飯行ったのよ。あー、そういうことか。うん、でそういうことかっていうのに、え、なんかで飯行って思い当たる節ありじゃん。思い当たる節あり、力道そこらへんか。でそれでまあちょっとまあいいとこ行ったのよ。でまあ俺が出すじゃん、普通に、うん、編集雇ってる人たちだし俺が出すってなって、まあ力道と龍も、まあ、別に全然大丈夫、まあ出さなくていいよ、俺が出すよって言って、まあ出したのね。うん、でまあ結構まあその値段も結構するところで、まあ何人ぐらいかな、10人ぐらいで、まあ、食ったのよ。で、うん、人がそのおり終わって、さあじゃあ帰るかってところで、人が大きな声で俺に「え、全部でいくらだった?」って言って怖いやでも気になるじゃん本人なお本人出す気ゼロみたいな、半分ぐらい出すよ俺がっていう意味のなんかいくらじゃなくて、うん、あとでね、あの大人の時にささって後でいくらが1万円ぐらい握らせるやつ、くくん、あのいくらだいくらだ出す出すよみたいな感じじゃなくて、もうあのくんいくらだった、気になるじゃん、あとちょっと酔ってたし、酔ってたし、え、飲んだの、ミキさんついに、俺は飲んだ、ミキさん飲んだ、いや大丈夫、そう法律的に問題ない、まあまあいいんだけど、炎上しない、うん、ただまあそんなに飲んでないね、うん、そんなたくさんは飲んでない。でもう一個ね、そのなんかお店トークというかそういうので、今日俺仕入れた話なんだけど、今日仕入れた話があって、リュウニャンに関する話でさ、うん、リュウニャンの初めてのスターバックスの話を聞いちゃったんだよ。うん、なんかそう聞いた話によると、リュウニャンなんか最初スタバの店員なんか話しかけたんでしょ、僕初めてですって。なあ、やばくない、おもろすぎるでしょ、やばすぎない。え、リュウニャンなんて話しかけたの。ねえ、あ、ここ来るの初めてなんで、とりあえず適当なやつ紹介してくださいね。紹介、いや、さらにあの今日のおすすめを頼む。あれさ、違う、あれじゃないか、それ俺、あのそれ俺聞いて、風俗のさ、あれの案内所行く時のあれみたいじゃない。なんかそっくりじゃない、なんか俺それおっさん見たことある。風俗の案内所、そうこういうとこ初めてなんで、だから教えてくれよ。教えてくれよみたいな。どういう遊び方ある。しかも、なんか、スタバって上にメニューとか書いてんじゃん。あ、あるね。それを見ながら、見てから、どれにしようかなって悩むんじゃなくて、もう速攻でもう、店に駆け寄っていって、おすすめはみたいな感じだ。なあ、どれにすればいい。もう完全にちゃんみやに聞いてるじゃん。なあ、どうすればいい。いや、聞いた聞いた、本人に聞いて、あのリュウニャンの件で、ちょっとなんか、スタバの件、ちょっと面白い話があって教えてくれって言ったら、出てきて。で、リュウニャン、あと何頼んだんだ、結局。あ、なんかバニラのフラペチーノっていうの、なんかシャーベットみたいな、バニラフラペチーノ、テクなんかマックシェイクみたいなやつ、あ、なんかない、コーヒーの上なんか乗ってるやつじゃなくて、なんだっけ、なんか悩んだんでしょ、なんかなんだっけ、そうだね、キャラメルか、どうやって悩んだんだっけ、確かキャラ、普通それはノーマルだったらそのキャラメルソースじゃなくて普通のなん生クリームだけとか、はいはいはい、ミルクソースだけだったんだけど、それになんかキャラメルソースできますよみたいな感じになって、なんか キャラメル味か普通のなんかやつか悩んだんでしょ、そうリュウニャン的には。でリュウニャンなんか店員さんに、僕スタバ来るの憧れててって言って、今日どこか、なんか今日島根から、まあ、東京に住むことになって島根から来たぞみたいな、あ、そう言って言って言った、そうそうそう、いやそれ店員さん困惑しねえか、それ店員さん優しい人だったらしいよ、そうなんですね、そんな店員さんに、店員さんめっちゃ優しかったらしい、いや喋ることないから、なんかとりあえずなんか、いや別に喋らない、その雑談しない、なんか真実別にそういう店じゃないよ、なんか そういうなんかさ、あの女の子になんか聞いたりするお店じゃない、そうお店じゃない、あ、ほんと今日おすすめあるとか、今日初めてなんだよね、こういうお店来たことあるんですか、おばあちゃんみたいな、町医者に行くおばあちゃんみたいな、いや、まあ、レベルは一緒かな、大体、うん、力道さんなんか東京で憧れてる、あ、この前なんかサイゼ行ったんでしょ、うん、サイゼどうだった2人、うん、言うてそんな美味しくはないと思う、なんかいや正直それは普通じゃない、まだリスですか、リスじゃない、さあリスか、リスじゃない、リスじゃない、あ、俺東京行った時だからサイゼリア腹いっぱいおごってあげる2人とも、そうだな、サイゼリアの何食ったの、いらないよ、ちなみに何食ったのサイゼリアの、ミラノ風トミーなんで2人で、うん、そう、え、大丈夫、店員さんに何かおすすめとか聞かなかった、聞いてないね、それはさすがに聞いてないでしょ、え、ミラノ風ドリアだけで2人終わったの、いやいやいや、パスタ、俺はパスタ食った別で、うん、
なんか変なパスタじゃない、なんかパスタもどきみたいなの食ったな、なんかパスタもどき、なんかショートパスタじゃない、麺がマカロニみたいなやつ。ああ、そう、それパスタって言わないやつじゃない、それ。いや、パスタって言うよ。なんかショートパスタって書いてる。あ、そうなんだ。まあそんな頼んで、あと一個なんかポテトのさ、なんかゴロゴロしてたでしょ。ハッシュポテトでしょ。ハッシュポテトしょ。なんかポテトの素揚げみたいな。そんな置いてたか、サイゼにポテトの素揚げ。コロ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 してる。それ。素揚げとかさ、居酒屋みたいなメニューあったっけ。うさぎのうんこみたいなやつ。言い方がひどい。何それ、そんな置いてた。ふかしいもみたいなやつ、あれ。ハッシュドゴロゴロ。ふかしいも。ふかしいも。そっか、ふかしいもか。うん。リュウニャントリキと行きたいお店ないの？もうリュウニャもうその、うん、東京カフェのコンプリート、カフェに関してはもうリュウニャントリキはもうコンプリートしたの、カフェに関しては。カフェいや、まだだね。てかカフェは行ったことないから、一個はもうまだ一回も行ったことない。なんかチェーン店とかさ、スタバとかさ、サンマルクとかさ、初めて行ったからさ。サブウェイ行きたいんでしょ、だって。あ、そうだね。そうそう、あと、うん、なんかフレッシュネスバーガーとかさ、サブウェイとか。サブウェイ行きたいの？たい。あ、そうなんだ。うん、サブウェイ高いんでしょ、確か。なんかサブウェイはいや高いって聞いたことがある気がする。まあ、はい、そんなでもびっくりするほどの高さじゃなくて、うん、まあなんかそれ相対的に見れば、まあ、ロイヤルホストみたいなもんじゃねって気がする。何それ。ファミレスだよ、ちょっといいファミレスみたいな感じだと思ってくれればいいかな。まあ、少しだけいいファミレス。サイズよりも値段、価格感がプラス300円から400円。サイズはめちゃくちゃ安いよ。サイズのファミレス界の中でもかなりトップに君臨するぐらいの安さ。でもさ、サイズって言って量そんな多くないね。なんか他のと比べると。どういうこと？量ってそんな多くなくね。何食ったの？何が？サイズ。あ、そう、俺さっきサイズって聞いたの、一人。は？え、そうなの？お腹空いたから。うん。え、一人でファミレス行けるの？え、なんかリュウニャントリキともうあれなんだ、もう飯はもう一緒に食わなくなったんだもう。じゃあリュウニャンに誘ったけど、そのリュウニャンお腹空いてないって言ったから。ああ。はい、俺行くわ。リュウニャン全然食わないんで、だって。え？俺今日1食食ったけどさ。で、そもそも1食も食ってないじゃない、リュウニャン今日。そうだね、今日1食もしてねえよ。だよね。だから。リュウニャンじゃあれから食ってない。昨日行ってから食ってないってこと。朝食ってないよ。昨日行ったのって、だって9時とか。そんななんかあれで、うん、なんか。え、寝たら消化してお腹空くと思うけどね、俺は。起きたら。普通は。すごいね。寝たら俺。いやでもお腹すくな。別に家要素あんまなかったっす感はあるけど。で、昨日食った？そういえば。昨日のクソ高いところ？そうそうそう。食ったよ、それはもうお腹いっぱい。コーラ何本ぐらい飲んだの？コーラ。いやさ、いやもうコーラさクソほど頼みまくってなかったな、コーラ。だよね。なんかコーラの瓶クソほど頼みまくってたよ、なんか理由に。え、誰？理由？理由なんか、しかもあのうちにその女性の編集者の人にね。で、なんかリュウニャンが最初コーラ来るじゃん。で、生とかみんな来るじゃん。リュウニャンが、なんか、あれ俺自分で作るのって言い出して、隣に座ってたあの女の人になんかついてもらって、あ、ごめんごめんとかって言って、なんかめっちゃなんか昭和老害親父みたいなこと言って、なんか俺に継がせんのか、俺自分で継ぐのとかって言って、俺が入ってないよとかって言って、で全部ついてもらって、わざわざ、なんか、注文来るじゃん、コーラ新しい頼むじゃん。ガブガブ飲むから、速攻コーラなくなるのね。で、コーラガブガブ飲んで、新しいの来たら、なんかすぐ。なんかついでって言ってついでもらうみたいな。あれ遅いさ、あの瓶だったらさ、そのまま口つけて飲めやじゃん。老害昭和親父だよ、完全にやってることは。あれさ、ちっちゃいコップで来るんでしょ。ちっちゃいコップで来て、あの小さい、あの瓶もめっちゃ小さいから、まあ、そのまま飲めるっちゃ飲めるんだけどみたいな感じで来て相当本頼んだよね。なんか 4,5 本、俺の認知してるだけでも 4,5 本飲んでたよ確かに。いや俺多分6本ぐらい飲んでたよ。やばいでしょ、どんだけコーラ飲みたがんの。そこら辺で買えるやつよ。そこら辺で買えるコーラだからですか。そう力投はね、なんかレモンサワーみたいなの飲んだのよ、力先生で。レモンサワーみたいなの飲んだか、あのレモンサワー3分の1しか飲んでないのにもう顔真っ赤になってた。これ周りめっちゃ早いね。でも、もうやばいね。いや、あ、力さんはでもまだ無理なのか。とりあえず生中はできないのか。いや多分生飲んだことないんじゃね。あんない、ない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 よね。生はない、マジで生はない。まあ政治してまだ一月ちょいだからな。そんな飲んでない。
こうやってゆっくり、なんか後から待ってくれ、なんかもうきつく、後が。まあそうだよ。ゆっくり飲んでも、まあまあ、後からゆっくり。めっちゃくるくね、後から。そういうもんだよ。あのもし日本酒飲む気かったら、日本酒だけはね、ガツガツ飲んじゃダメだよ。あいけるやんみたいな感じで。度数高いの。いや、マジで後で来る。それはあるね。うん。後々の、こう、あれになる。その離島の会計聞こうとしたのが一番面白かった。昨日のなんかベストワンだったな。相当気になったんだろうな。あと、ね、あと俺すげえなんかね、大声だったね。離島声でっかくなんだよ。え、飲むと？うん。飲むと声でかくなるよ。昨日だけだと思う。声のボリュームが上がるなんか。え、でもさーって感じで。うわ、そう。今日昨日俺全然き。俺もあの時なんか、ちょっと予想以上にちょっと声でかくなったなって思った。思いやくんさ、飲むとダメなやつじゃん。しかも結構でかい声で、くんさ、いくらだった？払ってくれるんですかって言って。ちょっと酔ってたから許して。リキさん、払っていただけるんですそれならいいんですが。編集ですっげえ飲んでる子いたよね。もうあの人だけは本当にすごいと思った。え、何その、くんの編集者の中でもすげえ飲む人いいんだ。そうそう。うちの編集の人はみんな飲むよ、割と。あ、そうなの。うん。でも一人ずば抜けつ飲んでる。一人、何男の人、女デロンデロン、男の人。デロンデロンに飲む。でも言うて酔いそんな回ってなさそうに、まあ、最後は結構やばかったけど、うん、もうずっと飲んだからな、すげえわ。人、あの、編集の人とか、なんか、まあ、大体23とか4とか、もっと上だったんだけど、人、あの、全力でタメ語だったから。そうなの？あ、そうなの？すげえやえ、ほぼ初対面みたいな感じじゃないの？初対面だよ。ちなみに力投はあの庄司さんにもタメ語だったからね。え、そうだろ。まず聞いた。庄司さんになんかもう普通に、え、そうなの、いいっしょとかって言って、くんとかがほぼ初対面だから、俺、え、そうなんですか、俺なんかね、横目でチラチラ見て、おい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 みたいなのいや俺も知り合いじゃないからさ、知り合いじゃなかったからさん付けになるよね。そう、さん付けでなんかちょっと気遣いながら探り探りって感じだったんだけど、力投とかはもうスッと懐に入っていってた。一番年下なくて、そんなタメ語じゃなかった。え、そうなの？そんなえ、待って、そんなタメ語じゃなかった。そんなタメ語じゃなかったことない？別に。いや、多分力投にとってのそのタメ語のラインっていうのが、あと多分普通の一般人のタメ語のラインが結構、まあ、ちょっとあれかもね結構違う。ちょっとあれかもね。あの、そうなのとかは普通に多分タメ語として扱われる、多分世界では。なんかあれだな、リキさん、とりあえずなんか初対面の人とかはもうなんか年下だとしても多分敬語でいいと思うよ、普通に。違う、力投としては敬語のつもりなんだ、うん、あ、敬語のつもりだろ。最初は敬語だったじゃん。でも確実に、うん、一言目、庄司さん、いつも動画見てます。終わり。30分後、え、何のソフトに録画してるのってフランクお前はスペイン人かって感じだね。もういきなり打ち解けるみたいな。すごいね、リキさん。リキ島に今度なんかおごってもらおうかな、俺もなんかおごってもらうか。やだよ、ジョジョ園でもおごってもらうか。そんな高いのおごれって言われるからやだよ。リキさんね、ジョジョ園に行ってワインをボトルで入れる。別に3000円だと全然おごってあげる。3000円なんで、リキ島の中では3000円がラインなんで、一つの万超えるじゃん。でもけだからって、やだ3000円か。だからみんなでなんかあれか、あの牛丼とかラーメンとか食いに行くんだったらおごってあげるよってことか。そういうレベルってことでしょ。けんな。登録者10万人超えたらだね。登録者10万人超えたらおごってもらおう。楽しみだな。登録者10万超え、あ、楽しみだなって。あなた一番先に超えそうですからね。いや、もうね、田中さんに抜かされそうなんだよ。あ、ついについに。ユニオンやべえじゃん、もう。ユニオン虫の息じゃん、もう虫の息。やばいよ、もう。生きれなくなっちゃうよ。え、なに、ディーニャンとしてはなんかもう、負けたくないな、みたいなの。それは当たり前でしょ。ユニオンってほんの2ヶ月前まで結構生きったから、いや、俺抜けないでしょ、って感じ。そう。言ってたからな。無理だね、みたいな。え、でも、リュウニャンでもさ、今1位走ってたじゃん、でも。そうだよ。今、いくつ？トノコさん、今7万2100何人ぐらい。あー、田中さんは6万7000。おー、すごい。リキは。やばいな。リキ444。お、すげえ。リキトモの今の登録者数44,469。すごい、なんか。やらしい、ね。やらしい。しよう、69か、リキさん。どんだけしたいんだよ。リキさんでも前の公約コードの動画でも言ったけど、69知らなかったからね、存在を。え、もう知ったんだ。え、もうちゃんと学べた。
どういうものかって満載に教えてもらってた。